松山三岸巡り、グダブツ湾、一層湾、更新案の紹介をしていきます。松山と三岸の年表から言うと、順番的には更新案、グダブツ湾、一層湾の順番でできたようです。更新案は江戸時代、グダブツ湾は明治時代、一層湾は昭和の時代にできた案となっています。それぞれ著名な俳人の方がいます。グダブツ庵から都合を紹介していきます。グダブツ庵は夏山中学校に赴任した夏目漱石の下宿として使われていました。夏目漱石は1867年1月5日から大正5年1916年12月9日までを生きた人で、明治1895年、松山中学の英語教師として赴任した漱石にとって松山は居心地のいい場所ではありませんでした。親友正岡子規の帰省を機に2人は52日間、8月27日から10月15日、松山城のたもとのグダブツ庵で共同生活を送り、日本文学を交流しようと語り合ったといいます。四季のもとに松山商風会の連中が日産する中、漱石もグダブツと名乗り俳句を志します。そしてその俳句との出会いは次第に漱石を自己解放に導いていきました。この案は松山の近代文学の夜明けを切り開くエネルギーがみなぎっています。現在は四季記念博物館の中で一角を再現しています。昔は二番町の町中にあり、その後松山城のたもと愛称亭の横に再現されていましたが、豪雨の際に流されてしまいました。続いての紹介は栗田貯道の更新案になります。栗田貯道が名利を捨て俳外に専念した草案になります。栗田貯道は寛永2年江戸時代1749年から文化11年1814年、貯道は江戸時代の松山俳外中古の祖と言われています。家業の酒造業、角屋に町方の大年寄りという公務を行いながら俳外に遊んだ貯道は、寛政12年、更新1800年、52歳の時に俳優たちと余生を風雅三昧に暮らそうと三酒の地に更新案を結びます。貯道はこの草案で数年間を過ごしました。更新案では江戸時代の風雅の心が支える暮らしの文化に浸ることができます。更新案と小町三十町はお堀の西北の隅にある管の辻を見つけます。ここから西に進むと松山藩主の菩提寺大林寺に突き当たり、右手には阿鼻神社、ともに町の西の外れになります。ここまでの南北に走る町並みが豪商の町、職人の町として作られた小町三十町、貯道の屋敷、角屋の跡も探してみましょう。更新案は大林寺の南に位置し、当時は田んぼの中でした。案に佇んでお茶をいただくと、都会の喧騒がカエルの鳴き声に変わるかも。なお、札の辻、東50メートルにある城の正門、北御門の跡も確認しておきたい場所となります。栗田貯道のお墓は恵方寺にあります。本町4丁目殿庭の近くとなります。続いては一層庵の紹介になります。三幸寺さんのたもとにある庵となります。種田三等家が本へも捨て安住の地を求めた姉妹の住処となっています。種田三等家は明治15年12月3日から昭和15年1940年10月11日を生きた人です。四季の弟子、川東四季ごとの流れを組む荻原伊仙水門家の自由律俳句の俳人、同じ飯泉水門家の尾崎宝也と並び称されます。お酒をこよなく愛し、世間や家族を捨て支持者の援助によって生きる三等家は、放浪の末に安住の地を松山に求め、この案に入りました。この草案には一見自堕落に見える日常とは裏腹に、感じたままに形式にこだわることなく吐き出される三等家の自在な表現が人間の生命の叫びとなってこだましてきます。落ち着いて死ねそうな草かるる三等家。
一艘庵は赤十字病院前の電梯を降りてから三幸寺山の方に向かっていきます。文京地区にあります。この付近には明治以降城北連平城が置かれていて、ここを北進すると五穀神社に突き当たります。五穀神社から西で50メートル、神社の西外れの橋を渡るとすぐに一艘庵です。突き当たりは三幸寺、三等家はここから西にかけて歩いてきました。徒歩で道後温泉や大街道に出かけていき、西にかけては寺町が続きます。以上が松山三庵の紹介となります。松山と俳句の歴史を語ります。俳外は正統のレンガから分かれて優位性を高めた集団文芸です。江戸時代の松尾芭蕉以来、冒頭の俳句の独立性が高まり、明治時代には正岡子規により創作性が重視され、二の句が告げない俳句として独立しました。俳句の基本はお互いに車座になり、各自がトークすることから始まります。久松、松平初代藩主貞之は身分を超えて御用商人と座を同じくし、滑稽とおかしみのある俳外を楽しみました。元禄時代、四代藩主の貞直は芭蕉門の方位その門に入門し、藩士たちに芭蕉の俳外が広がります。町方大年寄役を務めた栗田貯道は、二度にわたって来遊した年若い小林一茶をもてなし、河川を巻き互いに影響し合います。文化文政時代になると俳外は一層庶民のものになります。明治時代になると正岡子規の俳句革新運動が起こります。俳外から俳句が独立し、新しい俳句が生まれました。式門の高浜虚子は俳句の王道を歩み、ほととぎ草国を築き、一方川東碧梧桐は五七五にとらわれない新傾向俳句から自由律俳句運動へと進み、荻原伊仙水や手根田三等家を生みました。松山出身の中田草田尾や石田波郷など人間探求派が名乗りを上げたのは、奇しくも三等家が松山へ来た昭和14年となっていました。以上が松山の俳句の歴史となっています。ご拝聴ありがとうございました。